不正問題がありますよね。どんな風に話されるのか。再発防止策をきちんと発表していただけるということを期待して今日は来ました。トヨタ自動織機はエンジンの認証不正で3月国土交通省から一部の型式が取り消されるなどの処分を受けました。午前10時から開かれた株主総会では冒頭で伊藤浩一社長が多大な迷惑をかけ誠に申し訳ございませんと謝罪した上で組織や風土などを変えていくと決意を述べました。一方、株主からは納期のプレッシャーについてやトヨタとの再発防止策の進め方についてなど不正問題をめぐる質問が相次ぎました。